パーキングの売店内で受付の手続きをするらしいので早速行ってきます。受付中だよ。結構広いですね。ここは洗濯室か。ドライヤーもありますね。おして、あくまで預かり金なので500円は返ってくると思います。なので200円ですかね、200円で利用できると思います。こうやってちゃんとハンガーとかもあるので、はい、早速入ってみようと思います。シャンプーを持ってきました。こちらをロックして、100円玉を、どこの電気がついてるんだろう。室内を聞いているときは気づくの遅いね。ここつけたらいいのか。あー、なるほど、明るくなりました。見えにくくてごめんなさい。なんだ、消えるんだ。
ったら45分とかあっという間になっちゃいますよね。とにかく起こさなきゃいけないし、あの水圧が調整できるのでハンドシャワーの方がいいかも。コンディショナーしないとパサパサになるな。そうなので、ね、ハンガー、こっちのシャワーは上からついてるけど、こういうハンドルをかけるとこもあって、急いで拭いたりとかして、上がっていこうと思います。残り20分時間ない。タイツとか入ってきてしまった。タイツとかちょっと時間かかるのに。不良のドライヤーなんで風圧はちょっと弱いかな。これじゃ乾かない。ああ、ついたついた。だいたいいいかな。よいしょ。というわけでお風呂から上がったんで、パーキングの受付に行って鍵を戻していこうと思います。よいしょ。Mm-hmm.